平成24年11月3日、本日は昨日に引き続き、乳児の遺体が発見されたマンションに来ています。今日は捜索に当たっている警察の方が、見当たらないので、捜索の方は終わったのでしょう。今日はもっとこの現場の詳細の部分まで見てみたいと思います。乳児の遺体が発見された経緯について、第一発見者はこのマンションの横にある月決め駐車場で、血痕を見つけました。そしてその血痕の行方を追っていた先のこの、自転車置き場のところに乳児の遺体がありました。撮影をしている我々のところへ取材に協力してくれるという一人の男性が現れました。どうやらこの男性はこのマンションに住んでいる、住民の詳しい情報などを知っているようなので、早速取材したいと思います。どうも、はじめまして。早速お話の方をお伺いしたいと思います。遺体で発見された、乳児なんですが、母親がまだ見つかってないということなんですけども、何か噂は聞いていませんかね。まあ噂というか、俺の推測なんだけど、このマンションには外国人がたくさんいるんですよ。だから乳児の母親はその中の外国人だと思いますよ。乳児の母親がなぜ外国人の女性の方だと推測されたんでしょうかね。ちょっとここじゃ話せないな。場所を変えてくれる？我々はもっと詳しい話を聞きたくなり、さらに人気のない公園へ来てこの男性の話を聞くことにしました。ここに来れば人気もなさそうなので、先ほどの話の続きを聞かせてもらってもよろしいでしょうか。なぜ乳児の母親は外国人の女性だと推測されましたか。ここに住んでる外人たちは近くの大手製造業の工場に勤めてるんだよ。でもそこの工場は給料安いからアルバイトしてるんだ。そのアルバイトは何かわかります。コンパニオンだよ。夜のコンパニオンといっても、いろいろなコンパニオンがあるんですけども、どのようなコンパニオンだったか分かりますか？この地域には、ある宗教団体の信者がたくさんいて、その信者たちが、懇親会や飲み会の時に、その外人のコンパニオンを呼ぶんだ。で、外人のコンパニオンと、信者たちが顔見知りになって、まあ肉体関係なっちゃって、で外人たちは金が欲しいからたくさんの信者たちと肉体関係になっちゃ、だから妊娠しても誰の子供だか分かんないよね。妊娠したらば病院に行けばいいじゃないですか。病院なんか行けねえよ。あいつらビザの切れたオーバーステイの外人だもん。病院なんか行ったら大変だろ。